児童発達支援事業所ラファレのセンター長をしております吉野と申します。よろしくお願いいたします。ではまずはじめに児童発達支援事業所とはということで、児童発達支援事業とは、児童福祉法の中の障害児通所支援の一つで、主に生活動作練習であったり発達の促進、コミュニケーション能力の向上、家族支援等を目的としております。ラファレの理念としましては専門的なアプローチに特化しお子様の可能性を引き出すということで、医療従事者による専門的知識を生かしたプログラムを考案しお子様一人一人の可能性を引き出すことを目標としております。対象は0から6歳児の、手先が不器用であったり、運動発達に遅れがある、集中力が続かない、コミュニケーションが苦手、落ち着きがない、日常生活に困り感がある等のお子様を対象としております。活動内容は個別リハビリテーション、集団トレーニング、その内容として制作や学習、生活動作練習、就学前準備、運動遊びなどを行っていきます。次にラファレの特徴としましては、まず、医療スタッフが多数在籍しているということで、専門知識で対応することができます。次に、短時間集中ということで、同じ10名の定員であっても午前午後の2部構成となり5名ずつとなるため、お子様5名に対してスタッフ配置が4名となり密な対応が可能となります。次に、個別リハビリテーションと集団トレーニングということで、個別リハビリテーションでは一人一人に合ったスキルの提案を行うことで運動発達の促進であったり日常生活能力の向上、コミュニケーション能力の向上を、目的としております。またマンツーマンで指導を行った後集団で、実際にできているかの確認等を行うため集団の前準備という目的も兼ねております。個別リハビリテーションの具体例としましては、食事面へのアプローチであったりコミュニケーションスキルとして、エカード等の練習や、運動発達遅滞に対する発達促進、脳性麻痺など近畿聴講師のあるお子様に対してはストレッチ等の身体面へのアプローチを実施していきます。次に集団トレーニングということで、活動1と2に分かれておりまして、活動1の方ではトランポリンであったりブランコ、マット運動など、体を使った運動をメインに行い感覚統合や運動発達促進を図ります。活動2の方では、制作や学習ということで認知面の強化や手先の運動など机上動作を中心とした作業を実施していきます。活動1で体を使った運動をしっかり行うことで体幹が安定し姿勢の安定性向上を図ることができます。またトランポリンなどにより、たくさんの感覚刺激を入力し情動的安定性も図ることができます。さらには姿勢が安定することにより活動2での机上動作を中心とした作業での集中力アップも目的としております。今後の目標としましてはまず質の高いサービスの提供ということで、定期的な評価で効果判定を行いプログラムの再考案を実施していきます。次に 本人家族の満足度アップということで、事業所評価アンケートにて効果判定を実施していきます。最後に最大の目標である新規契約獲得ということで、5月中に登録数10人を目標としております。そのためにも、まずは、認知度のアップが必要と考え以下の3つを挙げました。まず営業ということで、児童発達支援事業所や、相談支援事業所や児童発達支援事業所、保育園等関係機関への顔出しを行いラファレの特徴を周知していきます。次に SNS、Facebook、Instagram の活用ということで、毎日更新を行い様々なタグ付けや、目を引く写真を載せることでフォロワー数のアップを目指していきます。最後に地域活動ということで、体操教室であったり子育て教室などイベントを開催し地域の人々への参加を呼びかけていきます。以上のことにより認知度アップを図り、新規契約数を10名、20名と増やし最終的には2、30名規模の事業所を目指しております。
以上で別れの発表を終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。